ミッションクリアだけじゃなくてバカ出してるから、俺今日気合ちげえからやるわ。あ、こちらスタートダッシュ決めたっしょ。自分の相性のやつも加味して、座ってみたら、見事まくりきれました。投手が、先発回収が26,962発、投手数が4500発に対して回収が35,550発だったので、なってしまいました。やってまいりましたよ、ついに定めの10万発まであと12,000ちょい発、2個クリアしましょうよ。一桁もお願いします。ありがとうございます。待って、一番熱いかもしれない。お疲れ様でした。すごい、一番熱い。助けてほしい。いや、人が多いからだろうね。お願いします。え、カズイくん、あれも完璧です。大丈夫です。ピアク千葉駅前店さんで今日で決めましょう。ミッションクリア目指してカゼブリー、カゼブリー。さあ、華やかに行きましょう。ケージの、角取れましたので参っていこうと思うんですけども、今日の目標は絶対勝利。今日でミッション完結させます。大的にもラッキートリガーが入りやすく、かつデタメ力があるので、まあ、朝の抽選のところではね、ミッション達成今日できませんでしたけども、1ギグ5万発も視野には入る台なので、2方面から、頑張っていこうと思います。それでは新しいお札で目標定め12,790発かな、出るまで帰りません。319分の1ですからね。349でもないし、まあ、ラッシュ突入率は 52% ですけども、そのうちの 40% が 87% のラッキートリガーやれるでしょう。まあ、余裕持って1万5000発ぐらいでクリアできたらと思います。注目演出のおさらいなんですけども、金剣演出キセル、雲の簡単にゾーン、そして花の刑事リーチ、最強リーチですね。新第6で、まあ、サブのリーチがあまり出てなくて、新花の刑事シリーズの総集編のリーチと古の縄文突破、この2個出てなかったのでこれ出したいなっていうのと、最強リーチも出てないので出せたらなと思います。今日話そうと思ったのが、歌舞伎一点ギミックが落ちてきて、キセルが出るかの分岐があると思うんですけど、歌舞伎一点って言い切った後、心の中でキセルのカーンカーンザクシュまで言い切れたらキセル来ます。今回は大体頭の中でキセルを思い浮かべたらキセルが来ます。このね、背景変化もね、めっちゃ凝ってるなって思ってて、二人で馬乗って走ってるシーンから出家した刑事に行く時の絵の変わり方とか、そういうところもちゃんとね凝ってるなっていうのが目に見えてわかるんですよ。お松殿とさ、刑事がこう桜を見てるじゃん。入賞時に夜でこの背景飛んだら熱いとか作ってほしかったですね。この背景使ってくれるんだったら、周りに結婚したリサでしょ、衝撃だと思うんだよ。おー、バイブったバイブったバイブった、何これ、めっちゃ来たけど、これ、あ、金だ、うわ、やばいやばいやばい、今のその他の初めて何出てくるの。ボタンバイブの時点で 70% オーバーす。ちょい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 、ボタン来た。で、これで多分上げてくれるのかな。オフありがとう。で、もう一個ね、なんで、どうして、いや、でもボタンバイブ強いもんな。2段階もう一回入れたら3段階、これは強いね。キセル止まんないかな。アクト、めっちゃアクションするじゃん。うわ、ゲージ初めて見るとばっかり。傾いてその赤、いいですね。これだけ気になる。アキラセスで止まったことだけが気になる。いきますよ、カーンカーンバッシュ、オッケー、きてる。足りてると思うけどな。裏ボタンありまして、
マルポチをした時にドット刑事が出てきてアクションしたら大当たり濃厚なんですよ。当たると思うからやってみます。マルポチ動け、でもねアクションしなくても当たるんで。なんもねえよ、大丈夫。あ、こっちだ、危ない危ない。あんな切なく見送ったの初めてだ、ドット刑事。さあ、ここラッキートリガー入るのは V 入れた時に AI が来ればラッキートリガーです。で、前回どっちも縄文突破でやったので今回は歌舞伎演舞の方でいこうと思います。数値開けていくんですけど、33、77、87は、ラッシュ入ります。最終的に10の位の数字が3で止まってくれたらラッシュ濃厚になります。だから4なのが一番危ないんですよ。上がるならとことん上がってほしいの。うわ危なくない、大丈夫。3で止まれ、ストップ。あ、入った入った入った、33ならラッキートリガー。オッケーオッケーオッケー、ラッシュ入った。よいしょ、入るはずだよ俺。入るって大丈夫、記憶を信じろ、記憶を信じろ、マジで。すいません、俺友達何人かに言っちゃった、30代ラッシュだよって。 LINE しよう、友達にも謝りたいと思います。パンパカパーン、 20% ですね、36。おお、入場時白、これ白でもね 20% 近くあるんですよ。意外とこの時ボタンバイブ絡みやすいよ。バイブ、あーバイブない。赤だったらね 50% オーバー。この辺でどうやら何か起こるようですね。これ激アツですなら渡り濃厚です。いや元気な台はいろんなやつくれますね。天桜待ってます。もう一丁、もう一丁。お、金だった、 60% で2段階ね。いやー金1個か。でも金出たのはだいぶ話がある。ステップ3、ステップ4、激アツ。高記録どこいった。いやこれキセルあったら足りるんですよ。で桜フェードファーでしょ、キセルだよキセル。開け、開かない、あーない。でもまあ歌舞伎負けギリギリか。歌舞くためにはカットインの金いるぞ。序盤中盤終盤ってやって、終盤でカットイン来たら当たりの方向です、色問わず。歌舞伎絵巻で赤カットインでも一応 50% はあるんで絶対にいるんですよ、絶対にいるの。うわーもうやめて、金だよ、一応金はあったよ。おっとっと、ナイス、これ珍しい当たり方です。懺悔もう一回だけ超えて44ならラッシュです。なんでよ、あと1じゃんって。最後のボタンがデフォ以外なら熱い、なんでもお願いします。やっぱりやりません。騎士ミッション忘れてました。騎士ミッションプレミアアップカスタムなしの虎保留、出る気しないんだけど保留が当該で変わんないから、この4つの中で変えるしかないんですよ。だから多分ね、あるとしたらそれは直分けレベルなんですよね。今のところ5000円で1回です、当たり。でこれで2回当たります。いけるか、新花の刑事チャンスいった、新エース出せました。進めば進むほど熱くて、3段階いってくれたら 50% 守れ、ああ守んないか。1段階 8% ぐらいだけど意外と当たってくれます。これ進んだ時にボタンバイブすることもあります。かっこいいんだよね総集編で一発、まあ、8% ぐらいなんですけど、
でもね、乳銀さんバランスだからね、2とかでも当たるんですよね。あれかっこいい。おお、強じヒートあったからね。ブラックアウトすればラッキートリガー。ああ。でも今日当たりはまってないんで OK ですね。さあ3枚目でございます。初当たり2回取ってんだけどね、定まなんで。結局ラッシュ取って現金投資を止めない限りは話が進まないんですよね。5番ハンナ。ああ、色変わんないですね。落ちてきた40歩。この辺独裁できるようですね。まあこれでも20パーぐらいです。マチエース来たの。マジか。つてん、あいいいい、オッケーオッケー。いやもうこれは株あ取ろうよ。歌舞伎ごめん、ここすごい大事よ。2段階ここ決まんないのやだな。あ、オフボタン、金金金、あ金だ、後ろ金。欲しいのは2個絡んでるっしょ。後期なおさら1個欲しかったっすね。アッキーを上げて欲しかった。これで着せれあったら問題ないんですよ。アッキーでも開けよーたんたん。あれご飯行こうか迷ってたところで杯行こうよ。トリプル、よっしゃしゃしゃ。これで 60% 台なんとかなるかも。もうどれでもいいわ。まあ大体最後だと思うんだけど、当たるとき当たってくれ。よし、500でやめた。23,500円、194回転、いい当たり方でしたね。トリプルリーチはこのためにあるんですっての入り方でしょ。さあ、縄文突破しよう。これ、V 入れたとき、風来るのと、あと楽曲変化もあるんですよ。四国の湯曲流れたら、ラスのようです。風ないし、曲も変わってない。じゃあモントパで。さすがに怖い。さあ前半で入れみ切るかどうか、白でもいいです。おお、あかん、待って待って、前半なんかめっちゃ熱い。とりあえずラッシュに連れてってくるくる回ろう。ここで成功してほしい。もうここで入れみ切ればいい。いや前半の赤で勘弁してよ、頼むよ。おい頼むぞマジで。ゼロだけどさあ、歌舞伎者突破。この後集中戦出ればチャンスアップ。赤だったらラッキートリガーです。えいえい、オーナーとブラックアウトすればラッキートリガー。集中戦出た、7割オーバー。あー、キラッ、ラッキートリガー。今の白でも7割オーバー、赤だったらラッキートリガーです。入ったー。様子見よっか、一気掛けで。よし、では行きたいと思います。62分の1120回転。とりあえず縄文にたどり着ければ60パーあります。ミッション達成までここの数字が18,665になれば達成です。やっぱ縄文突破はさ、この曲だよね。でこの斬撃とかも、あの連続エースの時に2回が弱いってあるんで、1か3以上を目指しましょう。歌舞伎もの参加のイントロがいいんだよね。あ、おー、当たりありがとう、突発。ってことは、ここを2万にしちゃえばいいって考えたら、14回当てればいいんだね。ラウンド中に桜が舞い出したら、一気掛けはホリレのチャンスで、そっから掲示ボタンが来たらホリレになります。各モード違うらしいですね、ホリレの演出。綺麗に2万。ビッグエビ掴めたら、5枚いきましょう。緑ホリレでも 50% あるんですけど、赤ホリレ、ここの一気掛けの場合は外れがあります。ただ 85%。間違って緑で 30% あるよ。ボタン来た、もう大丈夫でしょう。アップデフォルト、文字は赤だったらチャンスアップ。いや赤出たら大体大丈夫よ。KG! オッケー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 、ナイス。
赤出たらね、大体のことは叶えてくれる。で、桜さっき言った時に、あ、OK なんか勝った。いいね、緑で、それは成功するでしょう。 OK ありがとうございます。これ正面パターンだったら大当たりの方です。はい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 、もう簡単。浮かせよう浮かせよう。これでもう投資はもうまくりましたね。さあこっからプラス引き、こっから1万2000ちょい出せばいいの。喋って、いいよ緑が赤、あ、ブラックアウト。めっちゃ熱い。今の N マークがあったらもう当たりなんですけど、もうこれだけで十分。よいしょー、よかった。あれ KG3 でも熱かったですけど、あのまま熱いです。右はね作り込まれてる、4つあって4つ全部面白い、なかなかない。2回目ロング変動だけど OK。もうこれでポンポン行くのが助かるわ。目標まで万発切ったんじゃないですか。これがゲージだよね。だから7回当たって1回も保留変化が絡んでないのもバランスいいですよね。前までずっと、ああ満月はいかないの。次当たれば一撃万発。頑張れ色つけ、よく青満月、よし、もう覚悟を決めて一発をするわ。お願いします。よし、ありがとう。さあこれで万発いきますね。万発ありがとう。参ります。62分の1、滑り込んで、いや万発足りないんだよ。図柄はまだ止まってないですが、止まった。うそーそー、ちま236個。じゃあプラスはプラス、これちょっと減らさずに好きな当たり目指しますわ。なんかでもラッキートリガー入った。で今計算してもらったら現時点での茶玉が残り8429玉、もう万発も入れないぐらいなんで、ささっと当ててささっと入れたらささっとプラス。これでもこのぐらい出さないと茶玉10万っていかないんだなっていうのを今回痛感しましたわ。3万発浮かし、3万発浮かし、あと序盤の1万2万発浮かしか。大変だよこのミッション。いや来るかもしれないもんね、ラッキートリガー。はい、あら、そんなことない。異性がいいの音だけか。もう一丁長いだけ。白羽かーい、赤に上がんねえんだ。最後まで赤ですね。いや1点はしないからこの後ですよね。押せ押せ押せ、オーケー。懐かしいっすよ縄文ね。多分ね愛とかだよ。この絵はボタンも当時のままなんです。言ったよねこれ。20% ぐらいできます。あ、痛い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 。ラッシュやったナイス。顔全然違う。やった、これでもラッシュ濃厚です。ただどっちかは分かんない。よっしゃー、お願い。 40% 引いてて今7000発持ってる状態です。リーチ、エア、エア吹いた。
ラッキートリガースじゃあ、まあ、入るところをお見せしないといけない。入るときはどれぐらい上がるのか。1、もうこうやって上がってくよね、もうね。サンキュー。はい、4、5。まあそうなるんでしょうね。僕まだ交通で入ったことないから分かんないけど、77とか見れるかな。60、34、64、64。でこのあと流れは同じ、ボタンがつき、デフォーかオフボタンなのかどうかもデフォルト入ります。で集中線も同じです。テストでしょ。でここでブラックアウト。はい、気持ちいい。ということで決めましょう。2発目ラッキートリガー。最後は新しい新行きがけで幸せです。こちらは、白以外の色すべて熱いでございます。リーチが縄文突破と、あとバトルがあって、バトルだったら熱いですね。4回いったね。あ、もう2回だった。もう大丈夫です。これはもうボタン一発でいいかな。歌舞伎もの、嘘でしょ。ホラガイ2回外れんの。やめよう、調子に乗んの。ミッション達成に王手がかかりましたので、連チャンスでいうと、8連したら達成かどうかで、9連したら確実に達成してます。決めさせてもらいましょう。赤来ないと厳しいんだって。あ、紫熱い、熱い、熱い、熱い。ラストチャンス。もう調子に乗らないから。メーター普通、お願いします。刑事、あ、待って、いた。こっちだろ。よっしゃあぶねえ。俺マジ泣きそうだった今。うわ、ありがとう、ありがとう。紫外してこっちで行くか。うわ、あん時当たりますってポチッとか押したら自分をマジ殴ろうかと思った。そうだよね、87%だもんね。そう簡単に終わんないよな。そりゃ、いや、かぶけ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 、オッケー。いや、それ成功するよね。 OK、 これ 80% 一番強いリーチ。己に打ち勝て。よし、いや、これがね最後のラッシュだと思ってやります。いや、ここで達成させなきゃ、いつ達成するって話なんで。あの、いっぱい煽って、赤白1、2、3。 OK、 当たり。よし、乗って、そうそういう刑事が見たいの俺は。今手元に7000発あるので、ここのモニターの数字が11220になればクリアです。お願いします、お願いします。三保留で何とか戦わせてください。いやー、中途半端なラッキートリガー。いや、どうしようかな。今日の持ち玉的にはトップですよね。多分あと8000発ぐらいなんですよ。今スパバチならではの機能で、調節しました。パッキーの方に今日の投資分を入れて、今日の浮き分分かりやすくここにして、5865個今浮いてます。ここの数字が目標の12790になればミッションクリア。分かりやすい。今日の、まあ、ラッシュ、あの普通の3値のあたりと、まあ、チャージありますけど、合算してて初当たりがもう119とぶっちぎってるんで、そんな、ね、ボーコスがハマることはないと思うんですよね。おー、チャージ、ポーションです。スーパースを加えようとしたらポーションですね。偏りすぎだな。ちょっとですね、流れを変えてみます。先バレオン、
そして先読みチャンスオン。複合することによって先回り発動時 70% あります。もう欲しいのはラッキートリガー一本釣りで、一本釣りでプレミア入れると、まあ、ラッキートリガーかどうかって分かりやすいんですけど、そしたらミッションのトラ保留が対象外になっちゃうんで、それはちょっと寂しいんで、やっぱそっちも狙いたいんでプレミアを入れずに。おらっと70%、まあ、そんな贅沢言わないよ。白歌舞伎ごめんまで飛ばせ、あっきい、やまだわかんない。オフボタン、本当に70%あるよね。激アツ来い、後期松風刑事は来ないな。落ちてくんの、キセールはいるよ絶対。え、弱すぎるぞ今のところ。金、え、はい、ハズレやめれる、ちょっと待って、あれみたい、俺つけてるよね先読み、先読みオン、ほら、もう手届くただまと、手が届く台で打ってるんで、今日もう達成しちゃいたいから。しかもまくりだし、2200はまだまくりじゃないの。達成したら帰ります、しなかったら閉店。おっ来たぜ、まだボツだわ。 70% だよ、 70% 2度外してる3からね。信じられない、え、世間はあれを許せるんすか。世間は許してくれませんよ。 70% って言われたら流せなくない。おっし、3度目、3度目、いやもう3度目の正直は当たるよ、当ててよ。でも足りないよ、金、さすがにだよね。え、もしかしてこれまるで松風でいくか、いったら当たりだけど、あー出てきちゃうじゃん。あ、でも赤、熱い熱い熱い、キセルで、あー、キセルないし課長風が使え。いやでもあそこの発展の時のケイジの選手の赤はいいんですよね。出てとりあえず、オッケー、金、オッケー、熱々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 。でも課長風月の金は 60% ぐらいだけど、閉まる。いやいいわいいわ、金信じよう、金信じよう、みんな金信じよう。3度目の正直、よし、ありがとう。で入れます、持つ玉で当たった、ラッシュが絶対条件、風よ吹け。エアー来い、エアー内視鏡変わってない。さっき見たくさん集中戦赤前半で赤ね、うわ前半のエルミナイの話が怖い、うわーマジかよ、赤ここ赤、いやそこエルミナイのダメだってやめて、お願いします、お願いマジで爆発しないで。2個はやめて、2個以外ならいい、ボタン8個で確定、ああ4つある、待って来い、ありがとうございました。初当たり、まあ、チャージ込みだけど113分の1だもんね。あらポーション、うわつでもないんだけど、これもあの鎖と一緒でアキラ説または歌舞伎ごめんどっちかできます。で松風がいます、
で動きます。2、3で周りのオーラの色がそのままここの色になります。緑、赤、これを超えたら歌舞伎ごめんなんですけど、アキラ説ですね。セルなしだけど乗ってくれてる歌舞伎絵巻。もう先までつけてないので裏ボタンしません。もうカットイン待ちよ。とりあえず出てくれ。オッケー、あ、金券ある。めっちゃくちゃついよ歌舞伎絵巻の金あるって。俺これ外したくないよ、さすがに。赤なら我慢できる、金は俺我慢できない。ストップ、よし、早かった、2回転。いや入れるよ俺もう、そろそろお願いします。ノーエアです。赤最悪白、ここのイルミは絶対いる。うーん、頼むよ。回って完成すればもう OK、 ダッシュ完成。じゃあここのイルミがないとさっきと同じじゃん。歌舞伎ものマジ。何個よ。2個は無理。今じゃない、その通常連打は今じゃないよ。一度の夢が遠いんだこれ。今6000発あるからちょいプラですよ。なんか外れたから聞く歌舞伎ものさが泣けてくる。なんかでもね、俺次はね多分ラッシュだわ。感覚的になんかこれからダメな刑事って感じじゃない。これあと残り持ち玉2500発なんだけどさ、やめるべきだった。まあそうだよね、潔いのはこれだよね。もうガセはいらないわな。ここまで来てガセにどうかなとか言ってる場合じゃないんだわ。そうだそうだ、当分外れないと思いますけどね。2回外しとったから、先割れ先読みのやつ。もういいや、もう全部玉ぶち込もう。こん中もうしょうがないわ。よし、全部入れました。大丈夫、俺は当てる。大丈夫大丈夫大丈夫。鳴って入ってまくって決着つけて笑顔で終わる。結果俺は勝ってる。結果かぶいた実戦だったねで終わり。現在の時刻9時でございます。即座に当てたい。ここじゃない、今じゃない。もしかしたら君がラッキートリガーなのかもしれない。止まった歌舞伎ものはラッキートリガー。え、なんでパチンコやって10時半で閉店すんの。3210。迷わず押すわな、そりゃやれることやるけど、ここまで行って持ってもなくなって帰りますは無理。よし、楽しいよね9時半からのギリギリパチンコ。俺のプライベートじゃんこれ。なんなんもう毎回毎回、俺現に9時半からこれ打つし。もう時間的にどう頑張ってもプラスに一旦もうできないんだったらやめてるんですけど、打ってたらもしかしたらさ、もう一撃できたいけど5000発でもプラったらさ、未来の自分が楽になるじゃん。なんか一矢報いた感あるからさ、もう意地だよな。入れ入れ、ブッチ今時間は24分。10時まで行く。4枚目、取り切れるかどうかを考えるけど当たらないかどうか考えないの。取り切れるかどうかを考えるけど当たらないかどうか考えないの。おいよ、いや頑張れ、残り200発。残り2分。1つ目、残り197発。もうこれ頼むわ、やろうよ。もう LT 間に合うよ。
間に合うぞ。オッケーオッケーオッケー、ロゴチャリで、こっから今日出てない歌舞伎ごめんよ。歌舞伎が入んない気でいる。あ、そうだね、一気に行け全部ボイチョ出といて刑事来いって。いやでもなんだかんだ今日アッキーの説当たってるし、ロゴ落ちあるから信じてる。着せられやいい、開き着せるなくて花鳥風月逆にいけない。だって花鳥風月で止めるってことは何が来るかでしょ。しずくに敵、もう一滴もう一滴お願い、もう一滴。オッケー坂月、なんなら一番嬉しい。お願い、あとタイマー20分なんだって。お願いお願い、本当にお願い。嘘だろ。あ、待って、復活あったらさ、ラッシュなんですけど。変えるわ。ぴったり十字。何それ、十字に外れなくてもいいじゃん。いいオチだよ。朝一万発持っててどうしようまん。俺が本当の歌舞伎もんだよ。明日何言うとかな。はい、テレマ紹介したいと思います。もうね、閉店間近でお客さんもほぼ皆さんそりゃ帰るんだよ。前回同様ガロ良かったですね。上の表記参考に、いきたいと思います。すいません、もう2万発3万も6万いるよガロ。プロくね、この人2連4連25連10連プロじゃん。もうここは安定した手玉だなという形で。うわ、永遠もプロいるわ。5万8先発いる。え、これラッキードリガーなんですよね。5万発出んだ。すごいっすね。ここ三強さんのところとガロゲルクラハイフレ前回も良かったんで、1回ここ、注目してみたらいいと思います。次2階ですね、上すごいよ。毎回ここ一番端の、まあ、バラエティとかアマデジバラエティみたいなとこいいんですけど、ラブ城おかしいでしょ。53じゃない52。きっとなってるのが下で言うとガロ、2階で言うと、一番端のバラエティなんですけども、その他にも、ラッキートリガー系安定してるし、エヴァもしっかりとお客さんついてて、全体的に1階2階ともに盛り上がってました。それともいつも通りかな、スマソロ中心に盛り上がったと思いますので、詳しくは記事ご覧ください。なんと磯さんです。よろしくお願いします。 HH 入浴モード 50% もないのかな。うわお、当たった、プレミアよ。さあ、はいはい、あ、俺は下手くそな人間だからここで取るんだよな、バカモン。今日の僕のお昼は千葉駅前店さんにある銚子丸さんです。いつも昼はここでいただいてます。おすすめはオーロラ3本と。ということで今日も満腹ラテブリー。